こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、結構本気めにネットショップを独自で作ろうと考えている方におすすめの、Shopify さんというサービスを紹介したいと思います。もう最近法人とか個人関わらずネットで商品を販売したりだとか、これから販売してみたいと考えている方増えていると思うんですね。で、自分もいろんな法人さんとかの、そういったアドバイスとかもさせてもらってきたんですが、結構ハードル高くないですか？プラットフォームとかで商品を売る場合であれば勝手に集客してくれたりだとか簡単に納品ができたりしてその販売までの流れがスムーズにいくと思うんですけども、やっぱり利益とか、今後のためを考えると、自分のサイトを持ちたいと考えていらっしゃるオーナーさんとかもいると思うんですね。で、その時に、自分で作るのはいいけれども、そこにどうやってお客さんを集めてくるのかっていうのが問題点についになってくると思うんですね。で、SEO を意識した、ブログを書いて、コンテンツマーケティングを頑張ってみるだとか、購入してくれたお客さんとかに、ステップメールとかを送って、カスタマーのフォローをしていかないといけないだとか、あとは最近流行りのその SNS との連携を考えて、バイラルの広がりとかを意識していかないといけないとか、他にも越境EC のような感じでその外国に、自分の商品を販売していきたいときにその日本語だけじゃなくて中国語、英語とか、多言語化対応、他は決済の対応とかをしていかないといけないとか、もうめちゃめちゃあるじゃないですか。もうめちゃめんどくさいって感じだと思うんですよ。自分もワードプレスとカスタマイズしながらいろんなものを作ってきたり納品したことあるんですけども、本当に大変 でメンテナンスとかも結構かかりました。で、すごく何かいいサービスがないかなと思っていろいろ探してたんですが、最近この Shopify さんに出会いまして、中見たりだとか実際使ってみて、本当にただ商品を販売するだけじゃなくてそのマーケティングとかのこともきっちり考えられたすごくいいツールだと思ったので、今回はちょっと長くなるかもしれませんが丁寧に魅力とかを話していきたいと思います。これからネットショップ独自で持っていきたいと思っている方はぜひ参考にしてみてください。はい、で実際にちょっと Shopify さんのサイトを見ていきたいと思います。こんな感じになってます。もともと外国ですね、北米の方ですかね、がメインで始まってて、それがどんどん世界中に広がってきてという形で、今もアメリカとカナダがかなり、ユーザーとしては多いらしいんですけども、60万店舗以上ぐらい、利用されてるってことは、これ思ったよりそんなに多くはなかったんですが、結構もう外国のサイトとかで調べるともうガンガン出てくるんで、知名度はかなり高いと思いますね。で、簡単にできますよと、集客ツールは効果的ですよと、マネジメントツールもしっかり入ってますよと、結構いろいろ取引されてますよとか、大手も使われてますよとか、いろいろこの辺書かれているので、ぜひまたサイトを見てみてくださいと。はい、で、この2週間無料試しができるんで、とりあえず登録してやってみるっていうのができるのはいいですよね。で、ですね、でログインして自分の管理画面にするのこんな感じになるんですけども、ですね、僕はですねこういうのが好きなんですよね。なんでこれ好みあると思うんですけど、その外国っぽいすごくシンプルですっきりしてて、で表示速度が爆速、っていうのが好きな方にはめちゃめちゃ合う UI、だと思いますね。でこのデザイン感としてやっぱり分かりやすくて、まずだいたいホームが最初始まるんですけど、お試し期間始まりましたとか、でやるべきことがもう上から載ってて、これをいろいろ設定していくだけでお店が作れてしまうと。で、テーマとかももちろんたくさん選べまして、この辺の無料のテーマだけでももう早いですよね、表示も結構ありますと。でこのテーマストアに行くと、いろんな、テーマが選べるんですが、やっぱりですね、なんていうんですかね、海外の、世界共通ツールの方が世界中のデザイナーとかが、テンプレートを、作って、くれるんで、こういう種類としては間違いなく集まりやすいと思うんですね。でなので、調べていけば、もちろん無料のもあるんですけど、有料とかがありまして、多分希望に合うかっこいいやつとか
本当にかなりの量が選べるのかなと思います。あとは外部で販売されているののそのアップロードとかもできるようになっているので、この辺もいいですよね。で、選んだそのテーマをですね、カスタマイズすることも非常に簡単で、スマホ版、パソコン版で、文字とかを入れていけばどんどん変わっていくと。で、ホームページだけじゃなくてブログとかカードとか、見つからないページまでもカスタマイズがサクッとできて、で、例えばですね、言語変更だ編集だとか、あとはちょっとこだわりたい人はコードの編集も分かる方であればできるようになっているのがいいですね。まあ、この辺は一応、ドキュメントあるんですけど、まあ、簡単なプログラムと HTML、CSS とか分かれば、かなりカスタマイズできるかなと、ですね。で、まあ、そんな感じで簡単に、お店をどんどん作っていけて、ですね。で、注文、もちろん管理もシンプルなデザインで、綺麗にできますと。これ今撮影してるんで表情若干遅いんですけど、かなり早いと思いますね。で、まあ、商品管理と、まあ、ちょっと今追加してないんですみません。で、顧客の、まあ、管理も、綺麗な UI できるようになってまして、で、まあ、ダッシュボードもこういうふうに、もう注文数とかリピーターの割合とか、セッションですね、訪問者の数とか、こういったマーケティング周りの、ダッシュボードも綺麗にまとまってますね。うん、もう結構もうソーシャルからの、訪問だとか、まあ、いちいちその外部ツール使ってアクセス分析してそれを見たりとかしないとは普段はすると思うんですけど、まあ、そういったのも一個の画面に綺麗にまとまってると、まあ、レポートとかもいっぱいありますよと。で、まあ、このいいのはマーケティングですね。Google とか Facebook で広告をするだとか、ですね、この辺も。すみません、お役に立てそうになりました。あ、すみません、Google がちょっと反応しましたね。まあ、こういうマーケティングも使えますし、まあ、クーポンのコードとかも簡単に発行できると。はい。で、こちらはですね、オンラインストアということでクリックすると、まあ、もちろんそのデザインのテーマここでも選べる画面になるんですが、ブログの記事とかですね、この辺の SEO 周りだとか、まあ、ページっていう固定ページですね、何か特集とかをしたり、キャンペーンしたりするようなページをサクッと作れたりだとか、まあ、メニューもこうやって簡単に修正できますし、ドメイン設定ですね、独自ドメインの設定もできますし、各種設定もホームページの SEO 対策とかアクセス解析を入れるとか、Facebook の広告のピクセル ID とかですねをサクッと入れたりだとかっていうのが、するので、まあ、そのマーケティング周りもきっちりと作り込まれてるんじゃないかなと思います。この設定の方に行くと、まあ、お店のちょっと情報とかを、まあ、もちろんサクッと変えれますが、まあ、税金の税の対応だとか、販売チャンネルは、オンラインストアだけじゃなくて結構、ですね、これ多分欲しいなと思う人いると思うんですけど、Facebook だとかそのいろんな別のブログとかいろんなところにこういうふうに埋め込んで、カートだけ使うこともできるんですね。そういった販売チャンネル、インスタ、Facebook とかいろいろありまして、それを追加していくこともできると。で、まあ、決済の手段ですね、この辺も多分気になる方多いんじゃないかなと思うんですけど、ストライプという、クレジットカードベースの、機能を決済手段を入れてまして、まあ、手数料もそこまで、結構手数料でなんか儲けてるプラットフォームさんとかも多いと思うんですけど、めちゃめちゃ高くはないと思いますね。こんな感じですね、まあ、一般的なカードの手数料注意プラスぐらいかなって感じですね。まあ、この辺は後でちょっと、あとはまあペイパルとかもちろん Amazon Pay もボタン1個で連結できますし、他の決済ビットペイとか、アリペイとかも対応できるみたいですね。この辺は外国の、に販売したい人いいですね。
携帯電話の支払いとかコンビニとかも あるみたいですね。では選べるのかな。まあ他にもいろいろできますよとか、まあ代引きとかもちろんありますね。が決済で、でまあロケーションですね。どこに在庫があるのかとかの設定もできます。であとはまああとは結構ネットショップ関連、まあこういった返金ポリシーとプライバシーポリシーとかもサクッと入れられますよ。テンプレートから作るとか、こういったちょっとした、補助とかも結構ちゃんと入ってますね。もういかんせんシンプルなんで、もう一回使い方慣れてしまえば、そんなに、困ることがないような綺麗なレイアウトになってると思いますね。うん。っていう感じですね。で、ちょっともうちょっと見ていこうと思いますが、あ、そうだそうだ。ここの、アプリカニっていうのがありまして、まあ、これが一番その Shopify さんを強くしているポイントなのかなと思うんですけど、この Shopify アプリストアにアクセスするって押しますと。で、まあ、1個と言いますか、まあ、ちょっと残念というか、まあ、気になるところとしては、ちょっと画面移動していったりだとか、マニュアルの細かい部分とか入っちゃうと、まだ日本語化されてないものがあります。で、まあ、これはもうこの Google の翻訳を例えば使ったらある程度は突破できると思うので、この辺気にしないという方はすごくいいと思いますね。ただもうどうしても英語が嫌いだとかっていうことであれば、ちょっと最先端といいますか、ちょっと進みすぎたツールかもしれないですね。で、ここでですね、いろいろ検索していくとですね、もうめちゃめちゃいっぱいあります。例えばお店を多言語に翻訳する、ツールだとか、他にはその、現地価格に一気にその金額を、なんだレート変換する、ツールだとか、まあ、無料とか無料じゃないのもあるんですが、それでも月1000円とかで使えるようなものばっかりなので、この辺がポンポンと追加していくことができるんですね。で、もちろん例えばステップメールを組んでいきたいとかであれば、メールチンプだとか、まあ、ちょっとこれも外国のサービスになるんで、普段使ってるものが使えるかっていうのはここで検索してチェックしてみる必要があるんですが、まあ、海外のマーケティングとかではかなり一般的なものが、まあ、基本的にある連携できるので、その辺はすごく魅力的かなと思いますね。はい、まあ、こうやって、この App Store っていうのが、まあ、どんどんそのみんなが欲しい機能が世界中のプログラマーが作っていくので、この辺は今後もどんどん追加されると思います。で、あとは、まあ、定期販売だとかそういったプラグインとかもいっぱいあったので、その辺を調べてみる価値がすごくあるかなと。で、まあ、料金に関してなんですけども、まあまあ、Shopify さんの気になるところとしては、まあ、一つがその日本語にちょっと対応してない部分があると。で、まあ、もう一つがこの金額面かなと思うんですが、結構国内だ と基本利用料無料とかがあるのサービスとかもある中で、29ドル月かか最低かかりますと。で、まあ、基本的なものはその29ドルで、できますみたいな感じですね。あとはそのクレジットカードの手数料がちょっと、月額費用変わると、ちょっと負担が変わりますよって、まあ、この辺でもでかい決済される方はちょっと見たいとは思いますので、ぜひちょっとチェックしてみてください。で、まあ、このあとは29ドルっていうのを、まあ、安いと取るか高いと取るかなんですけども、まあ、ワードプレスとかで、ウコマースとか使ってネットショップ構築したりだとか、他のネットショップ、サービスを使ったりだとかしても、まあ、ある程度 その月額費がかかったりだとか、ツール自体は無料だけれども、そのサーバーとかの維持費だとか、プログラマーに修正依頼した時とかのメンテナンス費がかかると思うんですね。まあ、それを考えると、真面目にネットショップを作りたい人であれば、まあ、月額29ドルなんで、まあ、3500円弱ぐらいであれば、すごく割がいいサービスなのかなと自分は思いますので、最近は結構お勧めさせてもらってますね。はい、ぜひこれは2週間無料なので、一度登録して中を見ていただくと、使えそうだなとかっていう感覚がわかるかなと思います。
はい、いかがだったでしょうか。かなり高機能なネットショップになってるかなと思いますので、ぜひ見てみてください。で、今回ですね、ちょっとショッピファイさんの方に自分の方からお願いして、紹介リンクを作りもらいましたので、下の概要欄に貼っておきます。そこからご登録いただいたら、ちょっとなんか動画のプレゼントだとかサポートとかができればなと思ってるんで、ぜひ概要欄の方を見ていただければと思います。最終的にはこれの動画見ていただいて、Shopify さん使って、売り上げ1000万、数千万、数億っていうようなネットショップが作れましたみたいな、報告がいただけることをすごく楽しみにしてますので、ぜひ利用、活用してみてください。今回の動画はこれで以上になります。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。